ご紹介いたします。本院の招待により来日されましたシンガポール共和国国会議長シア・キアン・ペン閣下ご一行がただいま傍聴席にお見えになっております。ここに諸君とともに心からなる歓迎の意を表します。もういきなりでいいですね。これより会議を開きます。日程第1、国務大臣の演説に関する件、財務大臣から財政について発言を求められております。これより発言を許します。鈴木俊一財務大臣。先に閣議決定いたしましたデフレ完全脱却のための総合経済対策を受けて、今般令和5年度補正予算を提出することといたしました。そのご審議をお願いするにあたり、補正予算の対応についてご説明申し上げます。日本経済につきましては、コロナ禍の3年間を乗り越えて改善しつつありますが、輸入物価の上昇に端を発する物価高の継続は国民生活を圧迫し、回復に伴う生活実感の改善を妨げています。こうした認識のもと、11月2日にデフレ完全脱却のための総合経済対策を閣議決定いたしました。総合経済対策は、変革を力強く進める供給力の強化と、不安定な足元を固め、物価高を乗り越える国民への還元の2つを車の両輪として、新しい資本主義の実現に向けた取り組みをさらに加速するためのものです。具体的には、物価高から国民生活を守ること、地方、中堅、中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現すること、成長力の強化、高度化に資する国内投資を促進すること、人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を軌道推進すること、国土強靭化、防災減災など、国民の安全安心を確保することに取り組んでまいります。次に、総合経済対策の実行等のために今国会に提出いたしました令和5年度補正予算の対応について申し述べます。一般会計につきましては、歳出において総額で約13兆2000億円を計上しております。その内容としては、総合経済対策に基づき、物価高から国民生活を守るための経費として、約2兆7400億円、地方、中堅、中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現するための経費として、約1兆3300億円、成長力の強化、高度化に資する国内投資を促進するための経費として、約3兆4400億円、人口減少を乗り越え、変化を力にする社会変革を軌道推進するための経費として、約1兆3400億円、国土強靭化、防災減災など、国民の安全安心を確保するための経費として、約4兆2800億円を計上しております。また、国際整理基金特別会計への繰り入れとして、約1兆3100億円、地方交付税交付金として約7800億円、その他の経費として約1兆4900億円を計上するとともに、
既定経費を約3兆5100億円減額しております。歳入においては、税収について、最近までの収入実績等を勘案して、約1700億円の増収を見込んでおります。また、税外収入について、約7600億円の増収を見込むほか、前年度剰余金約3兆3900億円を計上しております。以上によってなお不足する歳入について、公債を約8兆8800億円発行することとしております。この結果、令和5年度一般会計補正後予算の総額は、一般会計当初予算に対して、歳入、歳出ともに約13兆2000億円増加し、約127兆5800億円となります。また、特別会計予算につきましても、所要の補正を行っております。財政投融資計画につきましては、総合経済対策を踏まえ、成長力の強化、高度化に資する国内投資の促進や、国民の安全・安心の確保等の取り組みを推進するため、約8900億円を追加しております。以上、令和5年度補正予算の対応についてご説明申し上げました。現在、コストカット型の経済から30年ぶりの変革を果たす、またとない機会を迎えております。この機会を生かし、物価上昇を乗り越える構造的な賃上げと攻めの投資の拡大によって、消費と投資の力強い循環につなげていく必要があります。そのため、本補正予算の一刻も早い成立が必要であります。何卒ご審議の上、速やかにご賛同いただきますようお願い申し上げます。